ドリームタウンオーリーは、青森県青森市浜田にある、複合型ショッピングセンター。地域住民からは、アリー、または、ドリームタウンと呼ばれている。青森自動車道、青森中央インターチェンジの完成や、伊東洋華堂青森店の開業などで急成長した、浜田地区に、2007年9月28日より、順次オープンした。青森市が、 コンパクトシティ構想の街づくりを実践していて、郊外型ショッピングセンターの開発が懸念されている中での開業だった。ドンキホーテや、ラウンドワン、フレッシュネスバーガーといった青森県発進出店舗、ライトオン、ABC マートといった青森市発進出店舗が数多く入居したため話題となり、浜田地区を賑わせている。オーリー内にはスーパーマーケットが出店していない。 ことから、近接する、伊東洋華堂の食料品売り場が開業後から、賑わっている。また、近隣には、伊東洋華堂のホカイオンタウン青森浜田、サンロード、青森などが出展しているため、激戦区に立地している。施設の愛称である、オーリーには、次のような意味が込められている。青森地域の皆様に愛される施設を目指し、お客様への、 感謝の気持ちを込める意で、ありがとう、存在するという意味の、あり、ポルトガル語で、そこへ、あそこへという意味の、ありファッションや、レストランアミューズメントなど、魅力的なお店がたくさん、ありの、あり入居テナントの詳細については公式サイト、ショップ情報を参照。注意書きとオーリー、伊東洋華堂青ドアオモリ店とオーリーとの往来を、信号機のある、横断歩道を渡らずに、 最短距離を横断する客が多く、道路を通行する運転手から伊東洋葛道に苦情が殺到した。そのため、伊東洋化道オーリーは敷地内にドリームタウンへは横断歩道を渡りましょうという注意書きを掲示している。現在は撤去されている。市民からは横断歩道や歩道橋を作るべきではという声が多数寄せられ、バス停付近に横断歩道が設置されたが、 近年、信号機が設置された。また、2011年頃から、付近の西運輸アリーナにおいて、大物アーティストによるコンサートが開催されるようになり、コンサート来場者による無断、長時間駐車が問題化している。特に2014年5月下旬に開催されたコンサートでは、縦間板による注意書きにもかかわらず無断。 長時間駐車が後を絶たず、夜8時を過ぎた時点でもスペースが全く開かず、状態が続き、駐車場内を回る車が絶えなかった。これ以降も、同様のコンサートが年数回行われているのでかく、テナントでは対策に頭を悩ませているのが、現状である。同様に近隣のケーズ電気青森本店、スーパードラッグ朝日中央店他でも、同様の無断。 長時間駐車が多発。さらにコンサート主催会社の告知や、情報提供不足、来場者自身のマナー違反も重なり、年々深刻化しているようである。AB オープン s c 2 0 0 7年度データ。一般社団法人日本ショッピングセンター協会。2014年4月13日閲覧。ありがとうございます。